さんこんにちは。こんにちは。今日は野球がないんで、はい、ね、前半一応終了しましたね。早いね、はい、もう1年の半分終わったんだ。そう、もう半分ちょっといったかな、ね、一番タイガースが貯金したのは18だったと思うんだけど、うん、まあ一応ね、1位で、折り返したということですよ。まあめでたし、ね、めでたしみたいなね、はいはい、でも危ないみんなね、なんか競ってるもんね。いやもうだからどこのチームもなかなか思い通りにいかないっていうのが、ね、ここまでのペナントレースだなっていう感じがしてね、うん、面白いね、見てて面白いんですよすごくね、うんうん、これパリーグも、うん、まあ今オリックスが順調に来てますけれども、うん、ソフトバンクが連敗食らったりね。まさかのね、だってソフトバンクだとお金いっぱいだって、いい選手いっぱいで3軍まであってみたいな。4軍もあるの？っていう話になってる。うわーお。でもね、それでもやっぱり負けるんだよね。なかなかね。むし、あ、そうですよ。今日はね、はい、またちょっとパパに聞いてみたいことがあったの。試合後の監督さんのインタビュー。はい、うん、あれね、はいはい、私すごくいつもまたこれ不思議に思ってて、うん、あの勝った時しかしない監督さんとね、まあ勝ったら気持ちがいいからね、うん、と、まあ、ずっとしてる方ももちろんいらっしゃるだろうけど、はい、うん、あの監督さんの会見っていうのはしなきゃいけないの？しなきゃいけないというか、うん、時々やっぱり監督が拒否するっていうことがあるね。いや、誰がまず決めるの？候補？これはもう監督が決めるんじゃないかな、自分で。あ、自分で今日は喋りたくないっていう感じになってしまって、うん、でも拒否っていうようなことも時々あるね、うんうんうん、よ、いや、よくあるよ。よくあるかな、うん、ま、いや特に負けた試合の時ね、負けゲームでね、うん、まあ、僕はあれ楽天の時は、うん、とにかく全試合を、ゲーム後のインタビューを受けようと。だってほとんど負けてるから、まあね、もう喋ることないもんね、勝つと負けたら、まあ、11連敗も2回したしねだからそういう意味でも、うん、まあ多分聞く側もね、うん、これないんじゃないかなっていうふうな、自分なりには考えもあったんだけども、あ、でも何か聞きたいことがあるんであれば、うん、それに対してお答えしていこうっていうね。だ、今の楽天っていう球団がこういう状態ですよっていうものを、うん、まあ言ったら監督のコメントを通して皆さんに感じてもらえればいいやという気持ちでね、うん、だから監督さんの会見っていうのは、うん、まあメディアを通してファンの人に伝えてるんだよね、うん、そういうこと。別に心情暴露みたいなではなくて、そういうことですよ。だから、うん、あれで、あ、今球団ってこういう今チーム事情になってんだなとか、うん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 、で、まあ、監督はこんな考えで、うん、野球をやってんだなっていうものをね、うん、ちょっとこう感じてくれればいいなっていうね。まあ感じるよ、やっぱり監督さんの、うん、話聞いてね。まあだからある意味監督がその会見拒否っていう気持ちでもう拒否するっていうのも一つはもう本当に喋りたくもないんやろうなっていうね、あ、それも一つの意思表示だとは思う。でも、うん、それはあえてやっぱり負けた要因は今回こんなとこにあったと思うとか素直に監督さんが話してくれると、うん、ファンとしてはなんか納得するような気もするけど、まあ、そういうふうに思う人もいるし、うん、もう分かってるやろっていうような監督の、うんうんうん、気持ちも察することはできるね。まあそれはね分かるけど、うん、でも言ったらそのファンのためのもし会見だとしたら、うん、ちゃんとした方がいいんじゃないのかしらって、うん、まあだからそれは、うん、監督の性格にもよると思うね。ブチギレ会見はね、うん、私良くないと思うよ。確かにね、聞いててね、ブチギレることあるかな、うん、たまにね、ブチギレ会見しはる監督さんやはるけど、うん、まあそれがね、ファンの人も同調する、そうだそうだっていうようなブチギレ方だったらいいけど、うん、そうじゃなくてさ、うん、こんなん知らんわみたいな、今日なんかせえへんわって、なんでお前らに喋らなあかんねんみたいな、そういうなんかさ切れ方を監督さんがすると、うん、あんまり良くない、聞いてて気分は良くない。うん、確かにね、うん、まあ、できたら、うん、聞きたいっていう人がいるんであれば、うん、それに対してお答えしていくっていうのも、うん、監督の仕事の一つだと思うんでね。私もそう思います、うん、だからゲーム後の監督のコメントっていうのは、うん、これ仕事の一環だと僕は思ってたからね、うんうん、だから勝とうが負けようが、うん、とにかく聞きたい人がいるんであればお答えする。うんうん、それでそれをどう受け止めるかは相手次第ですよね。そういう気持ちでいたから、うん、とことん喋ったろうっ
ていう気持ちで僕は言ってね、パパあのすっごい丁寧にいつも喋ってたので、だからそのボロ負けしたから、うん、あの頭に来て喋らないとか、ボロ負けは多かったから、ちょっと慣れてまあ慣れてはいたけど、まあ、慣れてたよね、慣れてはいた、それより勝利かあのインタビューの方がさ、うんうん、難しかったりしてね、だから勝ってる時は逆に聞き役の人も慣れないんで、ちょっとどうなるかと思うよね、うん、そういうこともあったかもしれないけども、うん、でもあの時 の、 あの楽天の時 の、 あの担当の記者連中は、うん、みんなね、うん、ある意味ファミリーだったね。そうだね、確かにね、もう負けるっていうのはある程度みんな覚悟の上で、うんうん、あのまあ仕事前提でね、負け前提で仕事をしててね、うん、でその中でまあやっぱり案の定やっぱり負けたかっていう中で、うんうん、それでもやっぱり仕事って何か聞かないといけない、うん、そうだよね、そういう意味であの連敗食らってもう聞くもんないよっていう時にあの一回、うん、俺はあさあ今日もあの喋ろうと思って言ったら、うんうん、監督今日は結構ですって言われてますから取材拒否取材向こうが拒否したそんなもあるの、監督もあの今日喋ること多分ないじゃないですかといつも負けてる、まあ、同じように、ね、気使っていただいてありがとうございます、だからそれで一回だけ向こうに拒否されたことはあった、うんうん、そんなこともあるんだ、うん、もうだから同じような話になるんでね、うん、まあそうよね、うん、だって同じような話しか同じような負け方をするからね、うん、それでもなんかさ、うん、あの真摯に、うん、あの謙虚にちゃんと監督さんが話してくれはったら、うん、ファンってさ不思議なもんで負けててもそうやってなんか自分が悪かったからとか言われるといやいやそんなことないよってなんか言いたくなるから、まあね、不思議よね、まあ応援してはくれてましたから ね、 ね、うん、弱かったけども、うんうん、なんかそういうファンの人たちにやっぱり現状をしっかりと報告するっていうね、うんうん、まあ、義務があるなという気持ちで喋ってたからね、うん、いいところに気がつきましたね私、そうね、だから、うん、あの自分の気分で、うん、気分悪いから喋らない、今日は気分がいいから喋ろうっていうような、うん、そういうようなものは一切なかった、うん、もうどんな状況であろうが、うん、やっぱり喋る、あの聞きたい人がいるんであれば喋らないといけないっていうね、うん、それ一つ仕事だと思ってましたからね、うんうん、そういう気持ちでずっとやっていきたい、うん、これをまあどう感じるかはもうそれはもう、まあそうね、うん、ファンの皆さんの、ね、そう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 、考え方して、うん、ということでやってましたね、そっかそっか、うん、どうもねあの、うん、某監督さん私がすごい気になってるのはまあ2人ほどいらっしゃるので、ね、セトパに1人ずつ、あ、なるほどなるほどね、負けたら しない、あで、まあ、勝った時だけはするみたいな ね、 あ、まあね、うん、あとあのそのコメントの仕方、うん、もなんかこうぶっきらぼうな言葉を使うとか、うん、そういうのがねすごいちょっと気になってて、監督さんってこの会見も一つのお仕事なんじゃないのかしらって、うん、パパに一回聞いてみたかったわけ、まあ、だからこれはね、うん、なんとも言えないところがあって、うん、それも一つのね個性なんだよね、まあ個性だけどね、個性なのよ、だからみんながみんな優等生監督でもね、うん、逆に面白くないかも、別に、ね、優等生をね、うん、あの望んでるわけじゃないのよ、うん、あのなんていうのかしら、すごいやっぱり個性があっていいんだけども、うん、やっぱ誰が聞いてもねその言葉遣いはないでしょうみたいな、ね、言葉遣いね、うん、あ、まあ、上に立つ人がね、うん、そうそうそう、監督としてその喋りはないじゃないんじゃないかっていうね、うん、あ、それは一つあるね、うんうん、そういうのをねちょっと最近感じてたりして、うん、まあ、ファンの皆さんも多分私が感じるぐらいだから、うん、もう前々から多分思ってらっしゃるかもしれないけど、ね、うん、まあ、その辺ね、まあ、今後あの監督の最後の会見、うん、ずっとあると思いますけれども、やっぱりねチームの長だから、うん、それにやっぱり、まあ、見合ったような、うん、まあ、しゃべり、うん、言葉遣い、うん、そういうものも必要になってくるなっていう気がするね、そう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 、うん、やんちゃってもいいんですよ、何してもいいのよ、うん、でもやっぱりその立場っていうものをきちんとねわきまえて、うん、監督会見最後締めていただきたいと思います。それとあともう一つはね、あの選手の人がお立ち台でみんながなんか最高です最高ですね、最高です、前より言わなくなったね、やっとね、やっともうみんなから言われたんじゃない、言われ出したと思いますね、あれも
もやっぱりね、うん、それ最高は分かんのよ。最高に決まって最高だからお立ち台立ってるんやし、うん、でも本音の部分どう考えてるのかを聞きたいからね。そう、うん、そう、何のためのお立ち台か。そうね、うん、まあだからそれは多分みんなそれも気になりだして、うん、最高ですっていう形で終わる人が減った。減ってきたもんね。これも一つ、まあいい傾向だとは思うよね、うん、やっぱり自分の考えをしっかりあそこで伝えることによって、うん、なんかファンとまたね、近く感じるっていうことにもなるから、うんうんうん、そういう意味では自分の考えを素直に、うん、言葉にするっていうのはね、まあ難しいけどね。だからやっぱ考えないといけないよ、そら。ね。うん、考えないと。なんかこうちゃんと自分の気持ちを話した上で最後に最高ですって言ったら別に問題ないけど、最高ですだけで終わる人もいたじゃん、何人も。昔はそうだった。ねえ。そういう人がいっぱいいたね。ねえ。もう安倍晋之助選手の頃から、うん、なんかあれで、あの辺からね。うん、あれでずっとそれで終わっちゃってるような時があったからね。ああ、そうだから、まああれはちょっとね、聞いててもちょっと寂しいなと思ってたんで。うん、最近それが減ってきたので、ね。まあ、いいけどそれで別に。うん。うん、まあ今はいい傾向になってきたんじゃないかな。そっか、はい、やっぱりいろいろあってね、いろんな意見があって。そうそう。直さないとこは直さないといけないし、そうですね、みたいなね、うんうん、まああんまり野球わからない私がね、うん、ちょっとパパと一緒に去年ぐらいからしっかり野球見出してって言っても阪神戦がメインだからどうしても仕事でね、パパ阪神の多いんで、ね、うん、お仕事多いから、はい、だけどやっぱりそれなりにこう見出すと気になることが多いね。細かいね、細かいところ気になりますからね、うんうん、まあそれいいんじゃないですか。だから一般の人は、うん、自分たちはもうずっと何十年もやってると、うん、当たり前のようにしか受け止めてない部分が、うん、新鮮に感じてくれてるところなので、うん、それをこういろいろ意見言ってもらうっていうのはね、いいことだと思う。本当、うん、お客さんとかファンの皆さんがどう思うかはまたね、うん、別にして、ファンの皆さん魚でするようなこと言ってたら私ごめんなさい。本当に野球見出したばっかりで、あんまり分かってないんですけども、それなりに分からないなりにね、こうやって主人に聞きながら、あ、でもプロ野球って楽しいなって最近やっと思い出したんで、ね、思い出したからね、これが素晴らしいことなんで、もっと深掘りしながら、ね、うん、もっと本当はね、技術的なこととか聞ければいいんだろうけど、それはさすがに分かんないや。これはもう言い出したらキリがなくなる、ね、キリがないしね、うん、難しいですから ね、うん、まあ、またいろいろね、疑問に思ったことがあったら教えてください。また同じようにやってください。はい、はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。